はい、はい、今回はママ代表の、はい、ビーママ代表の太田瑞希さんに来ていただきました。いやー、今回はね、今までで最大の収録時間になりました。そして最年少のゲストもね、ここにいるんですけど、失礼します、ね、ちょっとおネムだから、まあ、とにかくいろんな話が盛りだくさんだったので、ぜひ楽しんでください。行きましょうか。せーの、どうぞ。ハードポップ酒場に赤ちゃんが来たよ。いやー、みそのさん、はい、これは珍事ですね。いやー、すごいね。皆さんこんにちは、大塚和馬です。はい、みそのまさのりです。今日はですね、はい、ゲストが、まあ、はい、1人っていうか2人というか、1人とちっちゃいの、そう、ちっちゃいのが来てます。今日はですね、長いですよ、ビママ部門代表エロチックアニメーションシンガーの太田瑞希さんという方をお迎えして、うん、そんな職業初めて聞いたけど、ね、まあ、もう1人のちっちゃい子の方の話も今日は聞ければと思いますので、ね、何者なんだろうね、この人は。じゃあ早速タイトルコールに行きましょうか。はい、行きましょう。カズマ、ミソノの新ハードポップ酒場。ここからの提供はシンガーソングライターの大塚カズマとミソノマサノリでお送りします。はい、それでは早速ご紹介しましょう。本日お越しいただいたのは、ビママ代表、ビママ代表、うん、エロティックアニメーションシンガーの太田瑞希さんでーす。はい、喋ってもらっていいですか。拍手だけされても。くーちゃん喋っていいんだって。せーの、ワン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 、はい、おい、止めろ止めろ、みそみそさん止めろ、大塚さん、ワン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 。一応フリートークとは言いましたけどね。怖いよこの回。いや、これは珍事ですな。ということで、改めましてですが、そうです、ビママ代表エロティックアニメーションシンガーということで、うんうん、太田瑞希さんと、娘さんのですね、クランちゃんが、今日は来ていただいてますので、はい、クランちゃんは今おねむです。今今しがたですね。今さっきまでね、キャッキャッキャッ、そうそうそう、ちょっと暑いから疲れちゃったかな。完璧には寝ましたね。さて、もう久しぶりですよ、だいぶ、うん、ね、そうなんですよ。実はね、瑞希さんとはね、前からの知り合いで、まあ、それこそ結婚される前からの。そんなことないですけどね。いやいや、そんなことあるでしょ。多少あるでしょ。どんだけやん。多少の長い付き合いですからね。そうですね、うん、まずさ、うん、この役職は何なんだい、これ。そうそうそう、ビママ代表、ビママ代表エロチックアニメーションシンガー太田瑞希です。いや、その情報はね、さっきも使ったんで、ね、ですと言われても、ね、そうそうそう。一応何がビママ代表かというと、うん、ちょっと前にね、ビママアワードっていうのが、
アメーバ主催で。そうです、そうなんです。サイバーエージェント主催で、やってたんですよね。そうなんです、うん、ビママアワード。テレビにも出てましたし、ニュースにもなってましたし、ポンにも出ましたしね。そうですね。そう、この2人がすごく協力してくれまして、今日は感謝の意味も込めて私参上いたしました。なんか恐縮ですって言ってみる。言ってみた。言ってみた。うん、そう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 。まあ感謝はもうとてもしてるわけですよ。はい。それはまあ結構前から遡ること結構、ね、あなたがね、もう独身時代からね。独身時代からかれこれ感謝はしてるし、まあみそののライブも一回ぐらい見に行かなきゃいけないなってずっと思ってた。そう、僕のライブには何回か来てくれてるんで、一回も来てないんだよ。そう、一回も行ってない。本当腹立つ。そうそうそう。いろいろ協力してもらったみそのさんなんですけどね。そうですね。主に水木さんのね、楽曲のアレンジなどはね、みそのさんが手掛けてた割には、ね、だいぶやらせていただきましたね。そうです。名曲がいっぱいありました。そうなんですよ、名曲なんです。発想がね。そうだから、あの一応アニメーションシンガーというか、まあ僕らと同じで曲も作るわけですから、まあ曲作るのがちょっとやっぱり人と違う感じはあったので、うん、まあそこでちょっとみそのさんにね迷惑をかけた部分も。いやね、迷惑っていうほどではないですけど。そうですか。まあやっぱり励ましたよね。かなり過労はありましたね。やっぱ伝え方がね、やっぱ自分のね、ボロボロだったからね。そう、なんて言うだろうね、いや独創的で何を言ってるかわからそう、イメージがやっぱりあるんでね、伝えるのがなかなかこう難しかったりしましたね。そうだね。だってそのじゃあ今から曲を作ろうってなってね、うん、普通だったらさ、これはあれだね、俺は知らない話、メロディーラインを鼻歌歌うとかさ、はいはい、例えばこういう楽器が鳴ってそうとかさ、そうね、そういう話が多分普通だと思うんだよね。あります。まず一言目に、はい、今森の中にいてさちょっと待って、森の中にいて、あ PV から入ったぞ、うん、こういう動物が出てきてとかさ、あ動物出てきたか、でその物語がさ、話が進んで、でこんな感じって言われて、何から手がけていいのかわからないあのこもどかしさ、うん、いやあれなんですよ、たまにねロックの曲とかでもね、あのワンちゃんの声は聞こえたりするんですよ、うんうん、ワンワンとか、はいはいはい、あとそうなん、まあ、キャットとかいう曲だと多分猫の鳴き声にゃーぐらい入ってたりはするんですけど、うん、あの僕曲で初めて聞きました、あの、うん、羊とヤギの声がするしかも羊とヤギは誰でしたっけ黙りましたね黙りましたね。久しぶりに聞きたいですね。ああいい、あれちょっと流しますか今。流しちゃダメだよ、生だ生、生だよ、バカだね。生、はいはい、ヤギまで3、2、1、9。あれなんかやや受けじゃない涙が出ちゃいますね懐かしい、ね、懐かしくて羊の方が高いんですよね。羊はっていう、そう、この違いをちょっとでも怠けると本気で怒ってたから、ね、羊とヤギが違うっつって、ね、この曲が僕ライブで流れるたびにね僕の横隔膜が震えてましたよ。いっそね、ライブだって言うんだから僕は生でやればよかったですね、本来であれば。あ、そうだね、そこだけ出てくる。ゲストミュージシャン、あの今回ヤギの声で出演のっていう、うん、あと何してんだよステージで。そう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 、そうね。だから最初オープニングであれ流れるでしょ。そうで、エンディングでまた流れるから、うん、それまで僕は立ってればいいわけです、ね、そうなので、ね、そこ結構水木もやることなかったから出てきてもらった方がいい。ヤギの間暇だもんね暇だったからね、ちょっとあれは、うん、自分でね、あれライブで聴いてる人はどんな気分なんだろうね。あでもね結構評価はね良かったんだよ。ヤギの声、あヤギの声っていうか、声じゃない、ね、あの曲がね、そうそう曲、そう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 、意外にこうね2人は今ぐらいな感じで、あの2曲はやっぱり面白いよね、まあ、ね、そんな発想がねちょっとね、女破天荒のね、うん、江川さん、あそう前は江川さんだったんですよね、うん、おもう江川で慣れてるから、そう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 、もう大手なんですね。まさかのね、うん、もう僕らもまさかでしたよね。びっくりした、びっくりした、びっくりした、確かに本当結婚、うん、結婚ってみたいな、うん、全然何も変わんない。その後ね、子供ってって、そう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 、ビママってテレビ出ちゃって、そうそうね、そうそうね、あちょっとビママのこと詳しく聞こうか。ビママのことね、詳しく、あのう、ね、どういうあれはなんか応募かなんかがあったんですか。やっぱりそうなんですよ、普通にこうアメーバのね、はい、あのページから、うん、もう簡単に応募できるようになってて、うん、ほんと最初はまず何人ぐらい軽い気持ち応募
最初なんか1万5000人とか出てたけど、はいはい、もうそっから3000人3000人、おうかのミミ、へいなんだ、もう優勝してんじゃねえか、ミミしかいねえじゃねえか、1万5000、5000、ミミってことですいや、そこからまあすごいやっぱ応募が多かったみたいで、あとあと何百人とか何十人に絞られて、そう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 、絞られて、で、最終的には何位だった、最終的には4位だね、すごいね、1万5000の中の4ですよ、うん、すごいね、そう思うとすごいね、確かに誇りですよ、誇り、うん、出世頭ですよ、そうそうそう、本当ですよ、テレビ出てるもん、僕らよりもう圧倒的に有名なわけですからむしろ僕らが恐縮しなきゃいけないぐらいの、そうですね、いやいやいや、そうですね、全然私はもう本当何にももうそのまんまですからね、何も変えることなく変わることなくもう自分らしく、なんか審査みたいのはあったんですか、ありましたね、普通のコンテストみたいに、あ、審査はないな、面接、あ、面接、面接で決まった感じが、面接の次がもう結果発表だったから、あ、どんなこと聞かれたか覚えてる、あ、覚えてるけど、もうなんかそれぞれにやっぱ質問、それぞれにあった質問があって、瑞希さんは、瑞希さんはあれだったね、どういうタイプのキャラが好きとかあ、そうか、うう アニメ好きなのはバレてるからね、そうそうそう、漫画アニメが好きなのか、どういったジャンルなのか、をまあ聞かれて、うん、なんて答えたの、そこでやっぱりこうスイッチが入っちゃうっていうか、やっぱ自分の中で、あ、喋ってもいいんだってことでカチッてカチッて言っちゃったんだね、そうそうそう、やっぱそういうこと求められてるってやっぱ思っちゃって、自分の好きなアニメ、漫画、男のタイプ大体ね、ちょっと優勝とか狙ってるとね、そこら辺は伏せてね、慎重に、かしこまってね、慎重にやれるんですけど、瑞希さんの場合は、うん、全部言っちゃった全部言っちゃった、ダダ漏れ、ダダ漏れ、もうほんとお偉いさんにね、対してあなたはイケメンですねみたいなこと言って、ほんとアニメのキャラだったらやばいですみたいなことを言っちゃったりとかもうなんか話に聞くとね、もう順位はとりあえずいっかみたいな感じで受けたらしいじゃないですか、順位、まあ、だから何位になっても、あ、そう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 、もはや本当受かるっていうふうには思ってなかったから全く自分がそれが良かったのかもね、本当にだ、相当でも自然体っていうかさ、もうそ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 う、家じゃねえんだからみたいな会話になってるわけだよね、そうなんだよね、やっぱこう人からこうみんなファイナリストのみんながどんな面接だったかみたいなのをみんなでこう話すんだけど、うん、こんな面接なかったってみんなに言うまず笑いは起きてないみたいな普通だったらね、普通だったらもうやっぱこう感極まって泣いちゃう、ルリちゃんって言うんだけど、うん、泣きキャラルリちゃん、まあ今多分これ聞かれたら怒られると思うんだけどそう、ルリちゃんが泣いちゃったりとか、やっぱりその極まったりして、もうすごいやっぱりみんな それぞれの思いを持ってやっぱり面接してる中で、うん、やっぱね、瑞希みたいなタイプはいなかったんだろうなって自分でもまあ思うよね、いや、そうだよね、だって見てるとさ、みんななんか、うん、元 CA さんですみたいな感じの人たちばっかり、そうな、そうそう、方たちばっかりきしっと立ってて、そうもうほんとね、ほんとまさに美ママの人たち、うん、もう誰がどう見ても美ママなんだけど、最後のエントリーナンバー10番がちょっとおかしかったでも美ママとオタクっていうのを必ずセットでね、つけてたもんね、そう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 、だからそこは押してたんだね、うん、やっぱ自分の中で何が自慢できるかとかだったら、やっぱそこの部分しかないから、好きな部分もそこしかないから、やっぱそこで押してってね、自分も最後まで、で最終的には決勝大会みたいなのがあった、ファイナル、あ、がファイナリストが何人か選ばれてたんだもんね、そうそうそう、10人ファイナリスト選んでいただいてね、うん、でそこからまたファイナルでいろんな賞、まあ、いろんな賞っていうか、うん、まあ賞をもらった人もいる、うん、ファイナルの時はなんか自己 PR みたいな場があった、うん、あったあった、自己 PR も一人ずつこう出てって、うん、こうステージでこうウォーキングして、うん、まあ最後に喋る、 PR 話す、うん、みたいな感じだった、ね、水木さんは何やったの水木はあの TM レボリューションダンス、あのもうね、うん、TM レボリューションダンス、そうそう、それを名刺みたいに使ってるけどね、うん、そう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 なんかね、 TM レボリューションダンスって言ってるけど、まあ、自分ではこう家でやってることをただあの場でやってくださいってまあ言われたから披露したんだけど、まあ、それがなんかねすごいもう
すごいさーってなると思ったから、うんうん、あの場だからやっぱり、ね、みんなもうすごいピリピリしてるしさ、おしとやかな感じだもんね。緊張感が半端ない中であれをやる自分は本当にもうね、死と一緒だなって思ったけど、特攻野郎ですよこれ。そう やってみたらどうでした？やってみたらもうその爆笑の音が気持ちよくなっちゃって自分の中でなんかもうね、あ、何こんなにみんな笑ってくれてるって、このなんか自分が惹かれるって思ってたからこそ、もうみんながすごいみんな受け入れてくれた、そう受け入れてくれたことにすごい嬉しくなっちゃって、なるほどね、もうめちゃくちゃもう笑顔で踊っちゃったわけですよ、うん、それがもう写真撮られちゃったりしてて、そう実はですねその写真がですね、こちらです、あアメブロの方で、うん、見れるんですよ、そうそうそう、ですよね、貼っときます貼っときます、じゃあ貼っといてくださいあの衝撃的写真になってますんで、誰ってなるよねそうなんかそう、それでねそれ踊ったから、うん、水木のドレスがね、うん、すごいおっぱいギリギリだったのあなるほどね、そう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 、でねその下はやっぱりこうプラとかできないから、うん、あのヌーブラをしてたんですよ、あはいはいはい、そしたらねやっぱりこうもうだってもはやヌーブラも見えてる感じの状態で挑んだから、うん、やっぱ見えてたみたいででこう後からこう仲いい子たちに聞いたら何これ、ごめんごめん続けて、仕方しといて続けて、どこまでしたっけ、後から仲のいい友達に聞いたあーそっからね、いいよもう喋って、いいよ仲のいい友達にがこうその数日後に、うん、あ、ねえ乳首見えてたよってさらっと言ってきていやいやいやちょっと待てと、あれは乳首じゃないあれはヌーブラよって強く言いました。やばい、そのコンテスト見に行けばよかった。そうなんかね違う、でもこうみんなにヌーブラってことは分かってないから、みんな乳首出てたと思ってるからこうなんかすごいなんか、なるほど、ね、そう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 、みんな勘違いしてるわけだからね、そう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 、もう私の乳首の色はあの色じゃないし美里さんこう変な方向に行ってるよ美里さんね、こうやっぱり誤解してほしくないなっていうところは多々あるわけで、私のおっぱいはそんなんじゃないの、デープロリン、もうクランちゃんが健全に育ってくれることだけは、そうね、うん、そう真面目に育ってくれる娘っちがね、そうそうそう、うん、まあなんせエロチックアニメーションシンガーですから、そうだから、まあ仕方ないですよね、エロチックって言ってますから、そうなんですよ、逆に今この会話がやっと通常レベルに、そう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 、あそうかそうか、そう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 、日常会話なの、日常会話ですよ、全然隠すことなくもちろん音楽は続けるの、この後もちろん音楽はね、やっぱりね歌うことはすごい好きだね、うん、続けた方がいいよやっぱ、うん、ね、ちょっと子供が大きくなってからねそういう姿見るとまた違うだろうしね、うん、確かにね、お母さんがステージで歌ってるってなかなかないぜ、うん、そうね確かにねまだこう根拠のないやっぱりなんか自信みたいな歌に関してだけはやっぱりあるんだよね、自分でしか証言できないことがやっぱりあると思ってるから、うん、あれなんですよ歌声がまた特徴的なんですよ、うん、すごくいい声ですよね、いい声ですよねって今客観的にすごい言いましたけど、いい声です、すごくいい声です、羨ましいです、自分で聞くとまあひどいんだけどね、やっぱもうなんだこれはってなるんだけど二人が作る音楽もねなかなか、あ、あ、自分じゃ作らないような、まあ確かにね、ね、本当とは違う路線を言ってるとは思いますよ、うん、そうそう、考えて作ってるからね、考えてすね、すごいよね、こう考えがしっかりしててすごいと思う、本当暴用みたいな心こもってじゃあはい、曲流します、もう GO、 違うちょっとだけど、なんか紹介とかするでしょ普通は、紹介流れ的には、そうですね、まあ曲決まんなかったんですけど、あの灰色の少女だっけ、うん、自分のでしょうか、そう曲、やっぱ死んだことに気づいてない少女の曲を書いたことがありまして、まあ、なかなか結構私的にはその入りがすごく気に入ってまして、あと心臓の音だとか、うん、ゴー池だそうです、はい流します、あ、ねえねえちょっと待って待って、いいよ全然、何何これさ、あそこだけで切ってね、待ってサビ前で、サビ入れない方がいいの、うん、入れない方がいいよ、よろしく
あのギュイーンまで入れてね。よろしく。羽の回と僕の価値から僕を見つけ出す手が必要かも。霧の隙間から風が血をした少女が顔を出す。視線の爪痕が今もここに残って、僕の居場所がここではないと気づいた。まさかのサビ前で。そう。で？でってなんだよ。そういうことで、これは実際にね、生で歌ってた時の音出すから、ちょっとね。音出すからね。ちょっとザワザワしてるとか笑い声とか入ってましたけど。今後の予定とかもうなんか自由に話してください。はい、わかりました。ぼーっとしてますから、ここまでちょっとふざけてきたんですが、はい、そうですね、この2人を含めやっぱりみんな応援してくれた方のおかげで、ビママアワード最多賞をいただくことができました。はい、これから雑誌最多の方で活躍できるように今後も頑張っていきたいと思います。もちろんクランを第一に考えて、これからもね、音楽やら育児やらパパのお世話やらやりたいと思ってます。あとブログは結構真剣に真面目に書いてて、エガママ通信で検索してもらえると多分出てくると思います。これもね、 URL 貼っときますから。お願いします。はい、アクセスしていただいて。あとは？あとは何か言い残したことないですか？あと、だから聞いてる人にこうなんかエロいメッセージとかいらんですか？セクシー。別の人の曲なんでやめてもらっていいですか？今小倉さん聞いてるかどうかわかんないですけど。そう。今聞いてたら小倉さんすごいびっくりですから。いきなりってなりますから。何がいい？なんか何か言う際が。何もなければ閉めますし、何かあれば言ってください。わかりました。皆さん本当にありがとうございました。ではまた会う日まで、うーっちゅー。おい、なんかガン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 入ってるね。